はい、こんばんは。ドンチャンネルです。4月の18日の深夜、今噂のチャット GPT っていうやつがあるじゃないですか。どんなもんっていう興味があって、一応サインインして、まあ、質問を入れろっていう枠が出てきたんで、思いつくままにね、入れてみました。日産フェアレイディー Z について教えてくださいって入力したんですよね。そしたら答えが返ってきたんだけど、一番大事なさ、日産フェアレイディー Z がさ、日産フェアレイディーズに変換されて、検索しているのが日産フィガロについて検索してるんですね。だから日産フェアレイディー Z っていうのがうまくこう検索できなかったんでしょうね、ワードとしてね。で、日産フィガロっていうのの説明を持ってきてるんだけど、日産フィガロは1991年に日産自動車が限定生産したレトロ調の小型車です。フェアレイデイズはイタリアのフィアット500や英国のミニ、ビートルなどのクラシックカーに着想を得てデザインされました。フィアレディーズは4人乗りのクーペでクラシックなスタイルと現代的な機能を融合させています。当時の最新テクノロジーであったパワーウィンドやエアコン、カセットプレーヤーなどを備えています。フィアレディーズは1991年の東京モーターショーで発表され、その独特なデザインと限定生産のため非常に人気があります。現在でも愛好家が多く、中古市場でも高値で取引されていますっていうことでね。まあ、最初に、どういう意図で何が答えてほしいかっていうのを明確に伝えないと、まずそこの認識がうまくできないと、アンサーも当然ちゃんと返ってこないんだなっていうのがね、よくわかりました。でね、英文とかね、自分まあ英語学習者なんで、当然日本語を英語に翻訳してくださいとか、この英文を添削してくださいとかいうことはさ、なんか活用できたらなって思うんだけどさ、ちょっとね、そこはね、今からちょっと研究してみるんでとりあえずね、使ってみましたっていう報告ですね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。